はい、社会保険の未加入企業さんからですね、問い合わせがあったりするときに、お話をしていて、法人でですね、例えば法人で報酬を払っておられるという方がおられるのであれば、社会保険の加入を逃れる道っていうのは基本的にはありませんよというお話をするんですけれどもね、従来、数年前までぐらいですかね、かなり役所の方の取り扱いが、調査がですね、甘くてですね、現状として未加入の社会保険、未加入の企業さんが野放しにされていたケースが多いということもあって、そういった情報、内容をね、ご存知の、社歴の長い未加入の社長さんですよね、そういった社長さんがよく楽観視されているケースがありますけれども、今後はね、そういった未加入のまま見逃されるということはありえませんので、社会保険に加入するという前提でね、経営計画を立てるといただくというのが大事なことだと思います。一般的にその社会保険の調査が入るとかですね、未加入の企業に調査が入ったら何を指摘されるのかとか、何が問題なのかとか、指摘されたらどうなるのかとかね、いくら具体的にお金がかかるのかとかですね、そういったことがわからない、という方が多いと思います。十分ですね、経営に与える影響というのを判断いただいて、もうできるだけ早くお金をいただければと思います。